日本語の起源では、言語学上の論点の一つである、日本語と他の言語との系統関係について解説する。日本語と琉球列島の琉球語との系統関係は明らかである。国際的には、両者を別言語とみなし、合わせて非琉語族を形成するという立場が一般的であるが、日本語の起源論では、琉球語と日本語の系統関係は証明済みとし、 日本語の起源という言葉で、日本語琉球語全体の起源を論ずることが一般的である。なお、日本語と琉球語で、非流語族とする説と、琉球語を日本語の琉球方言とする説とは、日本語の起源論においては単なる言葉の定義の移動の問題であり、本質的な争点とはならない。これまでに、いくつかの系統関係に関する理論仮説は出されてきたものの、 相違を得たものはない。これまでの理論仮説で類縁関係が強いと主張された言語系統には以下のものがある。日本語の起源、系統関係を分析するにあたって様々なアプローチがある。日本語学、国語学日本語の起源に関する議論は、荒井白石、東宮美や,や元りのりながらの研究を講師とするが、それ以前にも言語学的な研究は行われていた。 しかし意識的に、起源つまり、日本語の相対を歴史的に分析していこうとしたのは、とりわけ、元織のりながらの国学派であった。以来、今日に至る、国語学も江戸以来の膨大な研究蓄積を基礎に、している。西欧の比較言語学が輸入されてからは相互に批判、対立もあったが、近年は、双方の方法を接置しながら、未だ決着のつかない、 日本語の由来について研究が進んでいる。比較言語学日本語の起源を解明するための方法の一つとして、比較言語学が用いられる。比較言語学は、歴史言語学の内印王語族の起源を明らかにする中で発展してきたものである。主な手法は、そもを仮説的に想定し、それに沿って言語変化の規則を比較、対象することによって、 言語間の系統関係を導き出すという方法である。文献資料のないオーストロネシア語族に適用しても数多くの業績が出ているので8世紀頃までのものしか文献資料が見つかっていない日本語にもある程度は適用可能とされてきた。しかし、例えば比較言語学者高津春重もセムハム語族の研究においてすら 陰謀語族の比較方法をそのまま用いることは無理であるとしている。言語類型論しかしながら陰謀語族の系統樹と東アジア諸言語の系統樹とは当然異なるものであり、近年は比較言語学の通じ主義を包摂する形で地理的背景にも配慮する言語類型論などの観点からも研究が行われている。比較神話学比較言語学と連携して進められた。 比較神話学の方法も、大林太郎や吉田厚彦らによって進められてきた。比較神話学は、基本的には、神話や、説話の構造や特性を、比較分析するものであるが、要素の単位を、どこまで限定できるかという問題がある。構造神話学者、クロード・レヴィストロースは、言語学の音素概念に影響された、神話素概念を創造し使用しているが、 分析概念としての有効性は未確定である。しかしながら参考となる知見も当然あり、比較神話学的分析によれば、日本神話は北方民族と南方民族との混合とされ、日本語の起源に関する言語学的研究の成果との対応が見られる。考古学、民族学より新しい時代に起源を求める場合には、考古学的異物、移行や、 種族の類似も日本語の起源の傍傷となる場合がある。王の進むなどの主張によれば、言語と文化は一致するものではないにせよ、完全に無関係のものとして分けきれないものである。分子人類学日本語の担い手である、日本人の人類学的ルーツを探ることで、日本語の起源を探ろうとするアプローチである。この分野は、学術的な調査が進行している状況であり、 学会の統一された見解は存在しない。このアプローチによる主張は言語学的手法に沿ってなされているわけではなく、遺伝子における共通性から文化や言語などにおいて類似性も見られるグループは存在している可能性があるのではないかということを示唆するものである。以下、これまでに言語学的見地から唱えられた主要な説について解説する。日本語を アルタイ系言語、アルタイ諸語の一つとする説。ただし、アルタイ語族説の基盤を築いたグスターフ・ラムステッドや、エフゲニー・ポリワーノフ、ニコラス・ポッペラ自身もこの仮説があくまで仮説に過ぎない、ことを強調していた。この説の基礎理論的な課題は、ツングース諸語、朝鮮語の内的再興が、どの程度まで可能かである。アルタイ諸語に属するとする説は、明治時代末から、 特に注目されてきた。その根拠として、古代の日本語において古等に、ある音が立たないこと、一種の母音調和が見られることなどが挙げられる。ただし、ある対処語に属するとされるそれぞれの言語自体、互いの親族関係が証明されているわけではなく、したがって、古代日本語に上記の特徴が見られることは、日本語が類型として、 アルタイ型の言語であるという以上の意味を持たない。またかつて、ウラルアルタイ語族という分類がなされていた時代には、それと、日本語をつなげる見方もあったが、これも、その後、ウラルアルタイ語族という分類自体がないとする、考えが支持されている。ロイアンドリュー・ミラー、日本語、日本語とアルタイ書語とは、サミュエル・マーティンの日本、朝鮮共通祖語をもとに、モンゴル語、トゥルク書も、 ツングースごの語形も参照しながら、分析を展開している。他には、カール・エイチ・メンゲス、日本語とアルタイ語やロシアのセルゲイ・スタロスティン、辞典では、エタマロジェクル・ディクショナリー・オブ・ザ・アルテイック・ランゲージズ、などがある。日本においては、ハットリ・シロウ、野村・マサヨシ、池上二両等がいる。彼らは日本語の系統問題には慎重ではあったが、日本語を、 ある体系の言語とする仮説に沿って研究を進めていた。また、南東語研究で知られる泉久之助も日本語の系統はある体系とみなしていた。現在はより包括的な大語族または超語族という概念で分類を再考している流れもある。しかしこの包括理論によって日本語の系統の解明が進む可能性は低いとされている。 これに対して、ツングース書語、満州語、日本語、朝鮮語に対象領域を縮小し、比較の精度を上げる研究の流れもある。朝鮮語と日本語の関係についての議論は、日本では江戸時代に遡る古い歴史がある。儒学者の荒井白石は、東宮城において、クダラ語の熊イコール熊、海イコール補体を日本語と比べた。後に、 ウィリアム・ジョージアストンや白鳥・倉吉などにより、合意を中心とした比較が行われた。比較言語学の手法に基づく初めての本格的な研究は、金沢ショーザブ三郎、日韓両国語同系論である。なお、金沢の著作は、日鮮道ソロンを、はじめ大日本帝国時代に、朝鮮半島政策の正当性を証明する根拠として広く引用されたため、 戦後は球団の対象として嫌悪され、忘客されたが、金沢自身はあくまで学術的な関心として、研究し、政治的意図を持っていなかった。サミュエル・マーティンは、両言語の音対応の法則性から、日本、朝鮮共通祖語を再考し、この音対応法則は後に、ミラーや、ジョン・ホイットマンらによって大きく改良された。ただし、最高に二言語だけを使用したこと、 対応しない語彙が多すぎること、対応するとされる語彙が尺用である、可能性があることなどの問題がある。一方で、英語瓶のように、日本語と朝鮮語間で、いくつかの文法的要素が一致することを根拠に、系統的に同一のものと主張される場合もある。他、研究としては、操作とし韓国語と日本語の間がある。最近では、マーティン・ロベーツが、 日本語族をトランスユーラシア語族の一員に含めた上で、日本語族と朝鮮語族が姉妹軍をなすとしている。コークリ語同系説朝鮮の歴史書、三国式に記されたコークリの骨名の恩君併用表記から推測される、いわゆるコークリ語が日本語と組織的に顕著な類似性を示すことを初めて指摘したのは、新村でである。新村は、三5、 7、10の4つの数字が日本語と類似することなどを指摘したが、日本語ある大紀言説と関連させて、この類似をさらに深く追求したのは、力文、村山七郎である。最新の論考には、板橋義蔵のものがあるが、どのような語彙を抽出し、どのような音歌を当てるかは、論者によって異なる。さらに、抽出された語彙の解釈については、大きな見解の相違がある。 例えば、金宝館は、語彙数を8十五とし、ツングース系と解釈されるものは十数語を超えないと、するのに対し、板橋は111語を抽出して、ツングース系語彙は21語とする。また、マズールや村山七郎の説を継承して、オーストロネシア起源の語彙が含まれるとする。いずれにしても、数詞に加え、口、海、神白、ウサギちょ、コクなどの類似は、 印象的であり、さらに興味深いのは、中期朝鮮語よりも、上代日本語との方が、類似語が見出される割合が大きいことである。ただし、古代朝鮮半島から九南満州における、言語分布状況が、どのようなものだったかは、不明な点が多い。そもそも再考された、高句麗語が、本当に、高句麗の言語だったかについても疑問がある。義士等遺伝や、 五漢書などから推測すると、三世紀後半に、暴力行為北を本拠地としていた、不意よ、高栗の言語が、ツングース系だった可能性は高いが、肝心の朝鮮半島北部から中部にかけて、三世紀、当時どのような言語が分布していたかについては、銀紙統一伝などの中国史書には全く言及がないのである。高栗ごと、日本ごとの系統関係についても、 未だ十分に実証されていない。クダラ古紀元節近年において、韓国の金広島らによって日本語はクダラ子が起源であるという説が提唱されている。ただし、クダラ子は高句麗語以上に実体不明であり、根拠薄弱という批判がある。付与初語起元節朝鮮半島の国家、クダラは高句麗の王族によって建てられ、その先祖は付与に遡ると考えられている。 クダラは後に、大和時代の日本と密接な関係を持つようになり、クリストファー・アイ・ベック・ウィズは、この時点の日本語には、まだ、冬ごとの関連性が認められると指摘する。ベック・ウィズは、古代の地名から140のコークリ語の単語を再構築した。この中には、俗格、タイのや、形容詞連体形、マイナス詞のように、日本語と機能が類似し、 同一起源とみなせる文法的形態素が多く含まれる。ボビンとアンガーは関係諸語は非竜語族であり、4世紀に朝鮮語族の付与諸語に取って代わられたとしている。彼らは地名研究によって抽出された日本語に類似する単語が朝鮮半島中部に特に多いことを指摘し、これらの地名が高句麗語を反映したものではなく、 朝鮮半島中部及び南部における先航くりの集団を反映したものであるとの仮説を唱えた。朝鮮半島南部の白木の歴史的古地に日本語に類似する地名が多く見られることについて、研究者たちは日本語系の言語が朝鮮半島、おそらくはそのうちのカヤにおいて話され、白木語の基礎言語となっている、との理論を提案した。アンガーは、弥生人の祖先は、 朝鮮半島中部内市は南部から日本列島へ移住したのではないかと考えている。付与、高栗の歴史的古地である朝鮮半島北部及び満州南西部においては日本語に起源を持つ痕跡は見つかっていない。一方で朝鮮語系の地名は満州から朝鮮半島南部までの朝鮮三国全域に広がっている。オーストロネシア語族が 日本祖語を形成した言語の一つだったとする説。現在、主流な説は、日本語がアルタイ系言語とオーストロネシア語の混合語起源とするものであるが、混合の定義、プロセスについては、論者の間で見解の相違がある。日本人の民族学人類学的な特徴が混合的なものであることは、古くから指摘されてきたところであるが、 言語学者の間では日本語アルタイ言説が19世紀以来定説とみなされてきた。国語学の観点日本語と南方系言語との関係は昭和中期までは主に国語学者によって論じられた。新村では日本語と南方系言語との関係を論じ、ウルチオ・インドネシア語のブラスと比較した。この時期の先駆者として北里竹縄や奥寺進む県がいる。また、 昭和30年代には、日本語学者の王の進むが、日本語の母音の終わりの音音構造を、ポリネシア語起源とし、身体語意にインドネシア語と類似するものが多いと主張した。オーストロネシア比較言語学の観点、オーストロネシア比較言語学は、1938年、ドイツの夫をデンプボルフによって基礎が確立された。祖語が再考されたことにより、 古代日本語とオーストロネシア諸語の比較を行う前提条件が整い、音韻体系や語彙に関する類似が指摘された。しかし、未だ系統関係は実証されたとは言い難く、逆に従来指摘されていた類似性が必ずしも成り立たないことも判明してきた。例えば上記のウルチの例では、現代インドネシア語で、うるは、ブラスに類似した発音であるが、そごに遡れば、 むしろ、ブハ発に近い発音であった。また、ポリネシア諸語の母音終わりの特徴も、死終わりを許す姿からの発展であることが、証明された。再考されたオーストロネシア諸語と、上代日本語の比較を、初めて組織的に言ったのは、言語学者の伊豆井久之助である。伊豆井は、約50語を取り上げて、音引退応則の検討を行ったが、 日本語とオーストロネシア語の系統的な関係については、会議的であり、両者間の類似語の存在は、借用によるとみなした。日本語とオーストロネシア諸語が、系統関係にある可能性を指摘したのは、ロシアの言語学者、イー・ポリワーノフである。ポリワーノフは、日本語の説当時が、オーストロネシア諸語起源と考えられること、日本語のピッチーアクセントや、重複型による、 協調表現などがフィリピンのタガログ語やメラネシア語と類似していることなどを指摘し、日本語がオーストロネシア諸語と系統的な関係にあることの証明を試みた。また、オーストロタイ語の研究で世界的に知られるポール・ケー・ベネディクトは晩年に日本語とオーストロネシア語を同型とする論を発表した。片山隆宝は日本語とアイヌ語の語彙には共通の語根があるとし、 日本語の活用系の起源もアイヌ語で説明できるとした。また、民族学者の梅原武などは日本語の基礎にアイヌ語の存在を想定している。日本語とドラビダ語族との関係を主張する説もあり、とりわけ、王の進むによるドラビダ語族の一つのタミル語との対応関係研究があるが、批判も多く、学説としては定着していない。 ドラビガ語族との対応関係については、文法構造が公着語であること、そして語彙の対応があることを芝進や藤原明、エミラが提起した。王の進は、インド南方やスリランカで用いられているタミル語と日本語との基礎語彙を比較し、日本語が語彙、文法などの点でタミル語と共通点を持つとの説を唱えるが、 比較言語学の方法上の問題から批判が多い。後に、大野は批判を受け、系統論を放棄し、日本語はクレオールタミル語であるとする説を唱えた。日本語とタミル語の共通項は多岐にわたっており、天文、人事、生活、社会、自然、祭事など、あまねく対応する。ただし、魚の名や植物名の対応は非常に少ない。 E の僕、たけしは中国語の上コーンの小末尾に母音を付加することで、日本語語彙が成り立つとした。例えば、考えるは、漢語を、K、メートル P、角明かすは、回、枠、あしむは、あやかし、心がなまったものであるとした。この際、漢語が日本語の動詞になるとき、語尾が、P の語は、ハ行活用、M の語は、ま行活用になったとし、日本語の動詞の活用に、 各校の別があるのはここに由来するとしている。しかしこれは偶然の一致だという意見も多く、文法的に違う点が多い中国語起源説は、多くの学者から認められていない。日本語、特に、弥生人の話した言語は、オーストロアジア語族の言語であったとする説もある。本説を唱えるボビンによれば、稲作関連語用を中心に、オーストロアジア語族との共通性が見られる。 ボビンは日本列島に渡る前の中国南部で日本祖語がオーストロネシア語族やタイカダ大語族とも接触したと推定している。日本祖語はオーストロアジア語族の特徴である単音節、タンオンツスボの語順、そして孤立語という特徴を備えていた可能性がある。また、アイヌ語がオーストロアジア語族に真相で接続するのではないかという仮説がある。 イエーガーは古い時代の言葉を再構築する語源学的方法によらず、ジョーゼフ・グリーンバーグの提案した計算言語学的方法、すなわち大量の語彙同士を比較する統計的かつ自動的な方法論により当該仮説に肯定的な結果を得た。イエーガーによると、ユーラシア全体の言語を分類する目的で蒸気方法論を用いた場合、オーストロアジア語族と アイヌ語とヒリュ留語族は同一のスーパークレードに分類される可能性がある。対価第語族とオーストロネシア語族を含む仮説段階の語族に日本語が含まれるという説。フィンランドのユハヤンフネンは先日本祖語がシナゴ派と同様の類型論的特徴を持っており、三島半島近くの沿岸にいたアズマエビスの一種の言語であったが朝鮮半島に侵入して、 そこでコークリ語のような言語と接触して、アルタイ語的な類型論的特徴を獲得した後、九州から日本に入ったという仮説を提出している。ロシアの言語学者、エフゲニー・ポリワーノフは、特に日本語のアクセント史に関する研究をもとに、日本語がオーストロネシア諸語とアルタイ系言語との混合言語で、あるという説を初めて提唱した。例えば、朝のアクセントは、 京都方言では、エーサハットという形をしているが、後半の特徴的なピッチの加工は、朝鮮語のアサーラムダ M との比較から、五末オン M の痕跡と解釈されること、また、ガオのような合成語に見られる、連絡現象もアッサム、カウエイコウをガオのような過程から生じた、ツ末オンの痕跡であるとし、日本語の固形が、ーン終わりを許すものであったと主張した。 さらにポリワーノフは日本語のピッチアクセントをアルタイ系言語における一固定のストレスアクセントとは根本的に異なるものと考えその起源をフィリピン諸語に求めた。また日本語の真っ黒は折湯島を伴う形容詞黒の不完全重複型で同一の形式がフィリピンやメラネシア諸語にも見られることを指摘し日本語は起源的にオーストロネシア要素と 大陸的なアルタイ的諸言語との混合物であると主張した。村山七郎は、ポリワーノフの先駆的研究を再発見し、混合言語説を展開した。村山は、元来、アルタイ比較言語学の立場から、日本語系統問題を講求していたが、日本語にはアルタイ起源では、説明がつかない語彙があまりに多いと、オーストロネシアオーストロネシア語と、 日本語の比較に注目するようになった。村山によれば、いわゆる基礎語彙の約35%、文法要素の一部がオーストロネシア語起源であり、このような深い浸透は借用と言えるレベルを超えたもので、日本語はアルタイ系言語とオーストロネシア語の混合言語であると主張した。この見解は、オーストロネシア言語学の先山治屋板橋、吉蔵に継承されている。 現在、主流の見解は、オーストロネシア語を基礎とし、アルタイ系言語が上層として重なって日本語が形成されたとするものだが、安本美テニや川本隆夫は、逆に、アルタイ系言語が基礎で、オーストロネシア語が上層言語であったと主張する。アルタイ単独起源説を主張するエス・スタロスティンですら、オーストロネシア語の基礎合意への浸透を認めていることからわかるように、 古代日本語の形成にオーストロネシア語が重要な役割を演じたことについては多くの論者が同意している。しかし、それを単なる借用とみなすのか、系統関係の証拠と見るかについてはまだ合意に至っていない。マルティン・ロベーツは日本語族は紀元前6000年期の両性交流区母文化を元凶とするトランスユーラシア語族に起源を持ち雑穀栽培を行う集団であったが、 日本、朝鮮後派に分岐して、両島半島に至った後、紀元前2から3000年期に、三島半島に分布した稲作を行う、オーストロネシア祖語の姉妹語と接触することで、主に農業関連の語彙を大量に借用し、その後朝鮮半島を南下し、紀元前000年期に、日本列島に入ったとしている。軽量言語学者の安本美典は、 アイヌ語や朝鮮起草語と蘇生を同一にする、古極統語を日本語の起草言語と想定した上で、その後インドネシア系言語、カンボジア系言語、ビルマ系言語、中国語など複数系統の言語が、順次、日本列島に流入、混合して日本語が成立したとする、流入混合説を唱えている。厳密な実証科学によらない他の仮説としては、以下のものがある。 アンガーによって想定された日本周辺の五族分布の変遷美流五族の和者が紀元前700年から300年頃に朝鮮半島から日本列島に移住し最終的に列島先住言語にとって変わったことは広く受け入れられている朝鮮半島における無問文時文化の担い手が現代日本語の祖先となる日流五族に属する言語を話していたという説が 複数の学者から提唱されている。これらの説によれば、古代満州南部から朝鮮半島北部にかけての地域で確立された朝鮮語族に属する言語集団が北方から南方へ拡大し、当時朝鮮半島中部から南部に存在していた日、竜語族の集団に置き換わっていったとしている。この過程で南方へ追いやられる形となった日、 ヒリュゴ族和社の集団が、弥生人の祖であるとされる。この朝鮮語族和社の拡大及びヒリュゴ族和社の置き換えが起きた時期については、諸説ある。ジョン・ホイットマンや宮本和夫らは、満州から朝鮮半島南部に移住したヒリュゴ族和社が、無文土器時代の末まで存続し、琵琶型同剣の使用に代表される、朝鮮半島青道器時代に朝鮮語和社に、 置き換わったとしている。一方で、アレクサンドル・ボビンは、朝鮮半島の三国時代において、高麗から朝鮮語族和者が南下し、九だら、しらぎ、かなどの国家を設立するまで、朝鮮半島南部では、非流語族和者が存在していたとする。格言語、書語格学問、ありがとうございます。